旧加藤商会ビル9加藤商会ビルは愛知県名古屋市中区近に一丁目にあるビル名古屋に本拠を置き主に外米などの輸入貿易を行っていた加藤商会の本社として堀川に面する名谷橋シの田元に建築された大正5年にレンガ作りの旧社屋が建てられたが昭和6年には現在の鉄筋コンクリート作りのビルに建て直されたちなみに 外観のデザインは、旧ビルと、ほとんど変わらないという。昭和10年、加藤紹介の創業者で、ビルの所有者であった、加藤翔太郎が、社務国より名誉領事に任命されたことから、昭和20年まで領事館が置かれた。翔太郎の死後、昭和32年に、加藤家は加藤紹介へとビルを売却。昭和42年には、中野産業へと再度売却されて、 同社の名古屋支店となったが昭和46年には倉庫となり、その後はビル全体を看板で折って広告塔となっていた時期が長く続いた。平成12年、中野産業から名古屋市に建物が寄付され、翌年4月、国の登録有形文化財に登録。平成15年から修復改修工事が行われ、平成17年以降は地上部に 大料理店が、地下1階には市民向けのギャラリーが置かれている。ありがとうございます。